こんにちは。 JNW パーソナリティのたまこです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。航空自衛隊 F2 戦闘機の後継機として2030年代の防空任務を担う次世代ステルス戦闘機、日本政府はこの開発に1兆円以上を投入する計画で、昨年から2027年までの8年間で機体の設計を終え、2028年には試作機の飛行に入る予定を立てています。この後継機の革新となる性能としては、ステルス性、味方と連携するネットワーク戦闘能力、そして探知機能が挙げられていましたが、さらにはマイクロ波兵器といった最先端の技術が搭載されるということで、今回米経済誌のフォーブスがこの日本主導で製造される次世代戦闘機を取り上げていました。フォーブス氏はこの次世代戦闘機について、マイクロ波兵器以外にもアメリカの最新ジェット機にもないような高度な技術を持つことになるとしており、記事のタイトルには米中の戦闘機をも凌駕することになるだろうと報道。その記事は非常に大きな話題となっています。早速それらコメントを一部ご紹介していきましょう。日産 GTR と同じで、作った人たちにさえ本当のパワーはわからないような戦闘機になるんじゃないかな。一つ確かなのは、日本の技術は素晴らしいということだ。アジアの時代の始まりを象徴するような話だな。それとともにアメリカの影響力は薄れていくことに。まったくこれだから日本は恐ろしいよな。日本は俺たちの友人のままでいてくれるよね。日本はかなり信頼性が高い製品を作る。当然ジェット戦闘機だってそうなるに決まってるさ。まだ空中で変形する機能は搭載されていないのかい？心配するな。日本ならやってくれるさ。まだ中国には技術を盗まれていない？大丈夫？アメリカより進んでるかどうかは大した問題じゃない。日本は中国の戦闘機を上回ってさえいればいいんだから。アメリカの衰退を嘆く声や中国を危惧するようなコメントも数多くありましたが、何よりも日本の技術力に期待するコメントがほとんどでした。そこにはアメリカのロッキード・マーチン社から技術支援を受けるとはいえ、三菱重工が設計・システム統合を行い、 IHI がエンジンを担当、さらに東芝と富士通がレーダーを、そしてスバルが機体を製造するという、ほぼ純日本国産となることへの期待が大きく含まれているのでしょう。現在中国やロシアでは相手のレーダーに探知されにくいステルス性能を備えた第5世代となる戦闘機の準備を進めているとのこと。そこには日本を含めた近隣諸国の最新鋭機配備への対策、将来の脅威に対応できる性能をとの方針が見えます。しかし日本政府が検討している新型戦闘機は、ステルス性能はもちろん、敵国のステルス機を発見するための機能、さらに小型無人機、ドローンや人工知能を搭載するというのです。さらに今回のフォーブス氏の記事によると、遠隔ドローンの制御機能、 VR スタイルのヘルメットマウントディスプレイ、マイクロ波兵器の搭載も検討されているとのこと。また有事の際に備えて、日本の自衛隊はもちろん、米軍の主力戦闘機である F-22 や F-35 とデータを連結できるため、共同で作戦を展開しやすくなります。さらには最大で6つの武器を搭載できるように、大型の内部兵器室も搭載される見込み。この新型戦闘機は2024年には試作機としてお披露目され、2028年には初飛行、2031年にはフル生産が開始されると伝えていました。こうした日本の新世代戦闘機の性能について、中国はインドメディアの報道を引用し、中国にとっては大きな脅威になると伝えています。引用されたインドメディアの記事によると、こうした新たな機能などによって、パイロットが敵機に接近すると同時に自分に向かって発射されるミサイルを破壊することも可能になると紹介していました。また物体の距離、角度、速度を感知するレーダー波にも電子設備を破壊し、人類、動物を殺傷する能力が備えられる可能性があるとし、レーダーが兵器として使用されることが現実のものになるとのこと。日本の次世代戦闘機が強力な火力と最新機能を備えたステルス戦闘機になる見込みを伝えていました。
あまりにも最新鋭すぎて信じがたい話でもあるのですが、各国にこれほど期待と脅威を感じさせるのは、これまで日本の技術力を実際に目にしてきたということが大きく影響しているのでしょう。過去に世界中の戦闘機を凌駕した最高傑作ゼロ戦を作り上げるなど、想像もできなかったことを成し遂げてきた日本に対する信頼を感じさせるコメントが殺到していました。さらにそれらコメントをご紹介していきましょう。海外の反応。口には出せないけど、みんなが密かに思ってること。かっこいいロボットに変形できるのかな。技術を洗練化させることに関して、日本は世界のトップだから。日本の護衛艦は今でも世界最先端だしな。第6世代ジェット戦闘機を搭載できればだけど。日本人は頭が切れて規律正しい。僕が好きな人たちだから何も問題ないよ。ただ将来はドローンの方が優位になってると思う。別に中国の心配なんてしなくていいのに。戦闘機もほとんどの中国製と同じだよ。中国軍は彼らの戦闘機は優秀だと世界に思わせたいだろうが、実際にはそれほどの性能ではない。地図を見て日本と中国の距離を理解しようか。中国と対峙していくためにも必要だからね。バイデンさんはどこの国も助けるつもりがなさそうだし。アメリカと日本の同盟関係よ、永遠に。俺たちは太平洋の守護者だ。平和を確保する最善の方法は戦争に備えることだからね。軍拡競争の影響で兵器開発に莫大な資金が投入されている。それは良いことじゃないけど必要なことなんだよな。また日本は真珠湾を攻撃することになるだろう。そして米国は奴隷制度を復活させるのかい。記事は指向性エネルギー兵器って言葉を使った方がいい。マイクロ波兵器は馬鹿げて聞こえる。すべての武器はエネルギーを伝達する。こういうシステムはマイクロ波を利用するからマイクロ波兵器って呼ばれるんだよ。戦後の日本はずっと身を低くしてる。だけどもしも兵器の技術開発に全力投球できたら、この地球上で彼らに勝てる国は存在しないと思う。日本はとにかく完璧すぎるんだよ。彼らの作った製品を見てくれ。ペンから人工衛星までまさに完璧じゃないか。だって単純に技術面で日本は世界最高の一角だもん。いいね。俺たちの同盟国も優れた戦闘機を作るべきなんだよ。アメリカは今まで戦闘機の開発を行ってきたし、その費用だって負担してきたわけだから、単純に日本にとっていいことだと思う。そのおかげで大きな利益も得てきたわけだが、まあ過去にも同じことが起きてるし、三菱ゼロがまさに米国の戦闘機を凌駕してただろ。アメリカ軍は戦闘機のパイロットに対してゼロ戦を見たら必ず逃げろって通達を出したんだ。雨の中でも飛ぶことができるならそれだけで F-35 を凌駕することになるけどね。ソ連のパイロットがMiG-25に乗って日本に亡命した事件を覚えてる。後でソ連は戦闘機の返還を求めて日本もそれを承諾したんだけど、日本からは大きないくつかの木箱が送られてきたんだ。というのも日本人はナットやボルトに至るまで徹底的にミグ戦闘機を分解していたんだ。イケア方式だな。2本の六角棒スパナも箱に入ってたんだろ。今は亡き友人は言っていたよ。ドイツは世界最高の戦車を持っていても関係がない。米国にはドイツ以上に戦車があるのだからとね。残念ながらアメリカの軍事技術はここ数十年で後退してしまった。優れたものを作るより金儲けに走る企業が多すぎる。素晴らしいことじゃないか。日本の技術力は世界最高峰なんだから当然だろうね。様々なエピソードを交え、日本製への信頼性を語ったコメントが多く寄せられていました。それほど今までの実績が他国にも認められているということでしょう。ドローンの開発費用も含め莫大な予算が充てられている次世代戦闘機。まだ現段階では期待しか語ることはできませんが、他の戦闘機をはるかに凌駕する性能によって国を守る盾となってくれればと願わずにいられません。さて海外の反応はいかがでしたでしょうか。
よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。